ベルはこういうふうに持っていただきますと、はい、親指を外側に持ってきていただいて、はいね、でこれで要するに手の甲を正面向けていただいて、はい、ゆっくりこう上げていきます。肘から、うんね、で5秒ぐらいかけて上げて5秒ぐらいこうやって止めて一応と曲げてね、でゆっくりこうやって下ろすわけ、うん、その時に呼吸は何かありますか？呼吸は、よく待って、吸って吐きながら、ね、待って、で吸いながらでいいかな、吸って、でこうやってやって、うん、でゆっくりこうやって下ろすみたいな、これで肩回り効いています、はい、うん、でもう一回こういう感じで、でこれ首を前に出すと首の筋肉も鍛えられる、何も持ってなくても重いよ、うん、そういう感じで、ね、でこれで肩の三角筋のこの部分が効いてきます、はいはい、じゃあ今度三角筋の後部